テレビをご覧の皆さん、こんばんは。今夜はここ東京ドームから巨人対広島ナイトゲームの模様を実況河内直樹でお送りしてまいります。ジャイアンツはサウスポーの内海、そしてカープは宮崎、以上のような両先発となっています。さあ、まもなく試合が始まります。まずは1回の表、カープの攻撃。先頭バッターは天谷。チェンジアップはストライク、ワンナッシング。チェンジアップ打った、ライト前ヒット。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。さあ、初球直球ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。打ちました、センター前進、センターときました。ボールは中継へ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスは3番ダレックス。ボール高め、わずかに浮いたボール、一塁牽制、送球がそれた、投げた、速球外れました。ダレックスよく見ています。ノーツーから投げた、低め際どい球、第4球を投げました。外角高めいっぱい、ストライク。さあ、投球5球目、打った、抜いた、一塁ランナー二塁回って三塁を狙うか。ボールは中継、本塁送る、セーフ。アレックス左中間へツーベースを放ちました。カープ、まずは1点先制。アレックス、ワンアウトランナー二塁に変わります。そして迎えるバッターは栗原。ボール外れました、わずかに内側、投げました、打った、セカンド掴んだ、一塁送球アウト。左バッターボックスは5番前田。第1球を投げました、膝元変化球ストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げました、打ちました、ボールを取って一塁送球アウト。これで3アウト。1回の表が終わって1対0カープ先制点を挙げています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは坂本、ストレートはボール、まずは高め、ワンボールから第2球を投げた、ノーツーから第3球を投げた、打った、ピッチャー取りました。坂本ピッチャーライナーに折れました。バッターは2番亀井。さあ、初球アウトの直球ストライク、まずは初球決めてきました。1球目ストライクから投げた、打った、ヒット。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番小笠原。さあ、1球目スライダー、ボール、まずは低め、ワンボール、ボール外れた。小笠原集中しています。第3球を投げた、打った、第4球を投げた、直球打った、セカンド掴みました。小笠原セカンドライナーに終わりました。バッターは4番高橋。さあ、初球、初球打ち引っ張った、切れていきます。第2球を投げました、アウトコース高めいっぱいストライク。さあ、ツーナッシングと追い込んだ、ストレート空振り三振。1回が終わって1対0カープ1点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターはシーボル、投げました、初球打って出た、取った、送球がそれた、一塁送るアウト、ワンアウトです。バッターは7番そよぎ、投げました、チェンジアップ外れました、これはわずかに低いか、投げました、低めわずかに外れた、ボールボールカウントロー2。第3球を投げました、チェンジアップ決まった、ストライク、ワンストライク2ボール、投げました、打ちました、入るか入るか、入った、ホームランだ、ホームランホームランです。ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。2対0カープリードを
2点に広げました。バッターは8番石原。チェンジアップ決まってストライク。初球ストライクから第2球を投げた。外角高め直球ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。チェンジアップはボール。ツーエンドワンから投げた。打ちました。ファウル。さあ投球5球目。インコース引っ張った。サード掴んだ。ファーストへ。アウト。バッターはピッチャー宮崎。9番ピッチャー宮崎。打った。ファウルボール。投げた。打った。ヒット。ボールは中継へ。さあこれで2アウトランナー1塁。第1球を投げた。変化球ストライク。アウトコースへ。初球まずは入れてきました。投げました。内角ボール球打った。2回表が終了して2対0。宇都宮この回さらに1点を失っています。2回の裏2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッターはラミレス。初球打ちました。ショート掴みました。ラミレス。初球打ちはショートライナーでした。左バッターボックスは6番イースインヨフ。さあ初球直球はストライク。まずは内角投げました。第2球目はボール。速い球できました。直球決まってストライク。ストレートで押してきます。追い込んで投げました。インコース詰まらせた。センター前に出る。ヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。インコースのボール左へ。ヒット。ボールは中継。イースンヨフ二塁です。とさあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。セカンド牽制球です。セーフ。第1球を投げました。落とした。フォークはボール。投げました。スライダーボール。低めノーツー。ノーツーから第3球を投げた。変化球ストライク。インローへ。内角ボール球打った。これはインフィールドフライ。ショート取りました。ここで迎えるバッターは宇都宮。打った。センター前ヒット。ボールは中継へ。さあこれで2アウト。フルベース。打順トップに帰って坂本。さあ1球目。初球すっぽ抜けボール。少し力が入りました。インコース引っ張った。破った。これはヒットになります。三塁ランナーホームイン。ジャイアンツ1点返しました。坂本タイムリーヒット。外れたボール。わずかに外。投げた。打ちました。ヒット。ボールは中継。ジャイアンツ同点。亀井タイムリーヒット。同点の場面映像でご覧いただきましょう。ここでバッターは小笠原。さあ初球打った。センター交代。越えた越えた。二塁ランナーそのままホームへ向かう。ジャイアンツ勝ち越し。亀井三塁です。とビッグイニングになった。はチャンスに強い高橋。これが2打席目になります。直球外れました。ノーストライクワンボール。投げました。ストレートはボール。低め。ノーツーから投げました。速球ボールインハイへ。第4球を投げました。高橋選んでフォアボール。これで塁が埋まりました。ここで打者一巡してバッターはラビレス。今日2打席目。内角見送ってボール。ボールカウントワンボール。さあ2球目。直球ボール高めに浮いています。投げました。インロー攻めてボール。ノーストライクスリーボール。ノースリーから投げました。フォーク決まってストライク。ここは1球見送ります。
さあ投球5球目スライダー打った。ランナー自動的にスタート打った。センター前にヒットになります。ホームセーフ。ラミレスセンター前タイムリーヒット。ここでタイムを取りました。宮崎マウンドを降りまして大竹今日2人目のピッチャーとして登板です。そしてこの回11人目のバッターイースインヨプ、これが2打席目になります。ストレートはボール。打ちました。入るか入るか。レフトボールを掴んでアウト。スリーアウトチェンジ。2回が終わって6対2ジャイアンツ4点リードに変わっています。カープこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番東で今日2打席目直球ストライク外角高め。さあ次の投球です。ボールアウトサイドわずかに外れた。第3球を投げた内角低め打った。ファーストを送るアウト。ワンアウト。バッターは3番アレックス、これが2打席目になります。第1球を投げた膝元変化球ストライク。第2球を投げた見送ってボール。速球ボール外へ。さあ4球目インロー打ちました。サードボールを掴んだ一塁へアウト。右バッターボックスは栗原。投げました低め判定はボール。投げました。投げました。変化球ストライクインローへ。第4球を投げました。ストレート見送ってストライク。次は5球目投げました。アウトコース高め打った。伸びた伸びていった。レフトセンター見送った。ホームランホームランです。ソロホームラン左中間スタンドへ突き刺さった。宇都宮打ち砕かれました。バッターは5番前田今日2打席目。投げました。カーブ決まったストライク。第2球を投げた直球ストライクアウトローへ。直球空振り三振。3回表が終了して6対3宇都宮この回さらに1点を失っています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番阿部、これが2打席目になります。直球ボール、まずは低め。ワンボールから第2球を投げた。ファウル。ワンエンドワンから投げた内角低め打ちました。記録は内野安打。バッターは8番木村。速球決まってストライク。ボールカウントワンナッシング。第2球を投げました。ストレートはボールアウトコース高め。投げました打った。さあこれでノーアウトランナーは一塁二塁。そしてバッターボックスは宇都宮。投げました一塁送球アウトワンアウト。ここでバッターボックスは坂本今日3打席目。投げました外際どいボール。投げましたボール速球外れました。坂本よく選んでいます。さあ3球目ボール高めわずかに外れた。ロースリーロースリーから投げました打ちました。ファウルボール。さあ5球目よく見たフォアボール。これで満塁です。さあ追加点のチャンスにバッター亀井。ライトセンター見送った。ホームランだホームランホームランです。満塁ホームラン10対3ジャイアンツリードを7点に広げました。そして左バッターボックスには小笠原、これが3打席目になります。落ちるスライダーをまずは外角低め。ノーストライクワンボールです。第2球を投げたあと打ち上げた。
速球もワンツーバッティングカウント。次は4球目、ストレート見送ってボール。第5球を投げた、際どい球選んでフォアボール。この回2人目のフォアボールです。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは4番高橋、今日3打席目。シュート外れました。投げました、パスボール。小笠原、2塁へ、2塁はセーフ。投げました、インハイ打ちました。1塁送る、アウト。そしてここでバッターはガミです。第1球を投げました、速球見送ってボール。投げました、打ちました、レフト前のヒットになります。ボールは中継、ガミです。これで今日は3打数の2安打。速球外れました、これはわずかに高いか。投げました、第2球目はボール。いいスイング、よく見ています。外への直球ボール、ノースリー。さあ4球目、ここは選んでフォアボール。大竹、ストレートのフォアボールを与えます。ここで打者一巡してバッターは阿部、これが3打席目になります。インコース詰まった、ファーストへ、アウト、スリーアウトです。序盤終わって10対3、ジャイアンツさらに4点を追加しています。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターはシーボル、今日2打席目。低めチェンジアップ外れてボール。